です。こないだね、台東区上野にね、最近できた 2K540 秋岡アルチザンっていうね、ところがね、できたそうだから早速訪れてきました。JR のね、高架下にね、できたちっちゃなね、ストリートっていう感じかな。なんか伝統工芸とかね、ジュエリーとか、あと革細工とかのねワークショップみたいなのがあってね、なんかいっぱいできてた。大手町周辺はね、伝統工芸の職人の町だったんだけどね、それをね大切にね後世に伝えるために、またねこういうのを、なんていうのかな、大手町がね頑張ってねバックアップしてるみたい。トイレのね前にね、このなんか悪魔みたいなぬいぐるみがいたのね。こか椅子にねはめてて、なんか気持ちよさそうここにねアサンっていうカフェがあったんだけど、なんか見慣れないものがねぶら下がってんのね。これよく見たらさ、繁忙期じゃない。変わってる。テーブルとね、繁忙期のね、席があったんで、そりゃもうね、繁忙期の方ですよ。ファンクがね、ついたね、席のところのね、テーブルにね、なんかそこガラス張りになってんだけど、中にね、コナン君の原画がね、飾ってあった。お店のね、アサンっていう名前はね、アジアンアニメーションカフェっていうのをね、略してそう呼んでるのよ。実はね、ここはね、いろんなね、アニメの原画がね、展示されてるんだよ。でね、他の、なんていうの、テーブルにもね、いっぱいね、他のね、作品がね、展示されてたんだけど、ギャル多くてさ、撮らせてくださいって言えなかったのよ。ファンクビビった、おじさんはやっぱりギャルにはビビるよ。繁忙期はね、すごくね、気持ちいい。今回ファンクが頼んだのは、メープルクリームチーズのね、スフレホットケーキと、カフェラテのね、セットで、1032円です。意外とね、安い。なんか、ゆらゆら揺れてたらさ、酔ってきた。おじさんには合わないかもしれない。でね、これがね、スフレホットケーキ。もう、美味しい。いや、これはやばい。あのね、熱々のね、スフレケーキのね、上にね、なんかチェダーチーズみたいな、これなんだろうわかんないけどね、多分ね、ファンクのね、缶ではね、毎日骨太チーズじゃないと思う。100円で3つぐらいついてるやつ。あれじゃないやつ。それにね、下がね、メープルシロップでね、横のこの生クリームとかね、ごちゃごちゃにくっつけていくとね、もううまい。これね、やられちゃう。昨日の動画で、女性専用車両がさ、どういうところかさ、ファンク乗ったことないから、教えてくださいよってさ、質問したじゃない、女性視聴者さんに。それでね、男性のね、視聴者さんにもね、どんな風になってるんだろうっていうね、推理をね、してもらおうと思ってね、いろいろ募集したのよ。ひどいね、回答がいっぱい集まった。それでね、今日の動画を見て、機嫌をね、もしね、悪くしちゃった女性視聴者さんがいましたら、本当にごめんちょです。それでね、ある男性の人がね、こうなんじゃないかっていうね、コメントを書いてくれました。女性専用車両は、畳と床の間と掛け軸とかあるんじゃないかな。嘘。本当に？ファンクを担いでない？でもさ、これだとさ、自動ドアを襖にしないとさ、全体的な部屋のさ、
なんかイメージがさ、あまり良くないじゃない。ふすまじゃないじゃん。だから違うんじゃないかな。それでね、まず最初に男性陣のね、コメントをこれからね、お読みしたいと思います。それでね、女性の皆様もしかしたらね、このコメントのね、ところはね、飛ばした方がいいかもしれない。ちょっとね、ひどい。女性専用車両に乗ったら、女性が白い目で見てきた。間違って足を踏み入れたら、一斉に見られて怖かった。あの動画懐かしいね、なんか男の人が入ってたらさ、私は男がダメなの、キャーとかなんか女子高生かなんかさ、来るで動画あったじゃん。あれはね、ちょっと待ってね、引いた。それでね、夏草草。これね、香水のことでしょ。あと、ブス率高め。このね、回答結構多かった。あと、あの車両、たまにヤバい人乗ってくるから、避けた方がいいよ。で、最後はね、使用済み、あまりにもね、ひどかったんで、自主規制しました。ごく一部なんだけど、みんなひどい。いや、めっちゃ書くじゃない。イケイケじゃない。それでね、女性側からの意見もね、募集しました。これがね、女性専用車両のね、本当のね、中身だと思います。で、まず一つが、女性しか乗ってない。そりゃそうでしょ。あと、背丈が低いから、圧迫感があまりない。これね、ファンクもね、初めて知った。こういうね、メリットはあるんだね。確かにさ、満員電車とかさ、もう、ごっつい男の人に押されてさ、体の小さいさ、女性がさ、握り飯みたいになっちゃってる状況とか、よく見るからね。これはね、確かにね、助かりそうだね、女性の方からすると。あとね、すっげえみんな、マナー悪いよ。あれのことかしら。化粧とか、あと、まあ、携帯とか。でも、化粧とかすごそうね。男の人いないしね、他人の目気にならないでしょ。同性同士だから。なんか、これはね、なんかわかる気がする。あとね、妊活中の人には、すごく助かるのよね。あ、これはね、これはね、もう、ファンクも賛成。妊婦の人はね、なんか、できるだけね、空いてる車両に乗せてあげたいじゃん。っていうことは、ジャスも乗れるの？って書き込みは禁止です。その話にはね、触れないでおきましょう。と言ってもみんな触れるでしょ。わかってんだから。ばあさんと顔が残念なのが多いっつ、姉ちゃんが言ってた。これはね、お姉さんがね、言ったというね、コメントということで、女性の意見にさせてもらいました。それでね、ちょっと驚愕の事実がここで判明です。フリードリンクです。マジで？ダイエットコーラある？ダイエットコーラあったらね、ファンクね、激おこぷんぷんもあるよ。他のところもね、つけてちょうだい。ダイエットね、コーラはね、もう絶対ね、もしフリードリンクついてなったら、他の車両にもつけて。でね、最後がね、死脅しがついてます。なして。これ笑った。こういうね、コメントもね、実はあったのよ。札幌は関係なく乗ってます。男性も。なんか、いいね。でね、みんな答えてくれてありがとう。一つね、判明したことは、フリードリンクなんだって。もしね、ダイエットコーラね、つけてるんだったら、各ね、電車の会社の皆様、他の車両にもね、フリードリンクつけて。
いろいろね、コメントしてくれた方、ちょっとね、一部しかね、お読みできませんでしたが、皆さんありがとうございました。それでね、女性ばかり叩かれるとね、申し訳ないんで、あともう一つね、ファンクがね、知りたいことがあるのよ。これはね、男性陣にね、質問です。うん。ファンクね、風俗行かないのね。かっこつけてるわけじゃないのよ。前にね、先輩にね、連れてかれてね、新小岩でね、母親がね、年齢の人が3人出てきてね、花びら描いてんで、もう地獄を見て以来ね、風俗恐怖症なのよな。これほんとマジよ。うん。それでね、よくオプションってあるじゃん。オプションって何？それでね、女性の人もね、こういうことなんじゃないかなってね、もし思うことがあったらね、書き込みしてってください。なんでこの質問するかっていうとね、秋葉原をね、歩いてるときにね、このね、お店を発見したのよ。秋葉ふみこ学園でね、足でね、踏んでくれるね、マッサージなのよ。これ、エッチなマッサージじゃなくて、ほんとただのマッサージなのね。でね、オプションでね、とてもね、不思議なものがね、書いてあるのよ。お金さ、こっちが払ってるじゃない。で、衣装チェンジ、チェキはわかるんだけど、ビンタって何？なんで叩かれなきゃいけないのよ。いや、ファンクにはね、よくわからん、これ。でね、オプションっていうのはね、怖くないんだっていうことがね、分かり次第、これのね、ビンタを挑んでいきたいと思います。もし怖くなかったらよ、このビンタっていうのはね、一体何なのかね、知りたい。お金払ってなんで叩かれるのかがね、ファンクはね、ちょっと未だに理解できません。みんなの書き込みをお待ちしております。それじゃあ今日はここまで。じゃあねー。